おはようございます。今ですね、ちょっとモザイクかかってるんですけども、起きて今足パカやってます。なんかね、見えてはないんだけど、ちょっと際どかったんでモザイクかけました。で、ちょっと足パカ何分かやって、今祝典コーヒー飲んでます。で、この後ですね、月一のハイコックスに行くので準備しなきゃなんだけど、でもすっぴんで行くから結構余裕かましてます。ゆっくり準備してますね。ただいま。いやー、疲れた。なんかてかね、めっちゃ痛かった今回のハイコックス。今回なんか前より痛く感じたんだよね。いや、まあ耐えれたんだけどさ、いや痛かった、マジで。ちょっとまだほてってる感じするもん。お昼ご飯かな。いや、でももう4時になるから、もう昼と夜一緒みたいな感じで食べちゃおうと思います。ご飯作ります。まずはアボカドを切ります。うわ、待って、今気づいたんですけど、牛角の塩キャベツ買って帰るの忘れた。うわ、ミスった。おお、いい感じ。相変わらずちょっとさ、アボカド見分けるのうまくない？私さ、洗い物しながらやっちゃうからさ、ちょっとね、工程が遅いんだけど。サーモン買ってきたので、サーモン混ぜます。あ、これ明日分もいけそう。ちょっと半分だけ使っちゃおうと。で、これ入れます。ちょっと入れまして、あー、もう嫌だ。ここなんでこんなにさごちゃごちゃしてんの。失礼しました。ね、美味しそう。待って、なんかさ、これめんつゆ入れすぎたかも。まあいっか。これをのっけますと、ご飯にね。はい、完成しました。おきどん的なやつ。いただきます。美味しすぎる。今日帰ってきたらすごい暑くて、久々にクーラーつけた。もう最近全然クーラーなしでもいけちゃうよね。やばい、お腹いっぱいになっちゃった。あとね、こんぐらいなんですけど、もうなんかいっぱいで入らない。なんでこうなっちゃうんだろう。前回の動画でも話したけど、今ちょっとね、増量中なんですよ。まあ、ちょっと時間空けて食べようかな。無理は良くないからね。ちょっと一旦休憩。ちょっとこれ見てください。じゃーん。前回のね、無糖ミルクティー飲んでたやつあるじゃん。あれにハマっちゃってさ、箱買いしちゃいました。24本入り。ちょっとこれ整理してティータイムしたいと思います。はい、いただきます。これと、あとじゃん、食べっ子動物のチョコ味食べます。食べっ子動物のね、チョコ味めっちゃ好きなんだよね。なので、まあ、ちょっとお菓子食べながら味変したいと思います。いただきます。これなんだろう、何の魚か全然わかんない。最高じゃん。てかね、あのゴゴティー運ぶのめっちゃ大変だったんですよ。帰ってきた時に、え、待って、もしかして宅配ロッカーに入ってたりすると思って、恐る恐る見てみたら入ってたんですよ。いや、届くの早くて超嬉しいんですけど、バーリー重たいからマジでね、腰が砕けるかと思った。逆によく持てたなって思うもん。でも24本入ってるから、なんか当分私の Vlog で登場しそうだよね。これ本当に美味しい。やっぱ甘いものは別腹。ごちそうさまでした。美味しかった。
の残ってるご飯は、まあ、この後行けそうだったら食べて、まあ、無理だったら明日の朝食べようと思います。はい、ということで今日はこんな感じです。ちょっとさ、寝る前にギリシャヨーグルト作っとく。じゃーん、またこれ買った、ビヒダス。私さ、ずっとビビタスって言ってて、前回の動画で、てかずっとビビタスと思ってたんですよ。あの、言われるまで本当気づかなくてさ恥ずかしい。前回多分脂肪ゼロのやつじゃないよな。一晩寝かせましょう。休憩タイム。ちょっとさ、ミスド行ってきたんでドーナツ食べます。その前にちょっとアップルサイダービネガー、よし、はい、これはエスコーヒーですね。エスコーヒーと2つ買ってきました。ポンデリングとエンゼルクリーム。私は今はエンゼルクリームの気分。いただきます。うん、おいしい。みんな最近いかがお過ごしでしょうか。私はですね、何も変わりなく毎日を過ごしてるんですけど、もう10月じゃん。でさ、やっぱもう1年マジで早く感じるんですよ。なんか本当にいつ死んじゃうか分かんないじゃん。だからね、もう本当に悔いのないように生きようと思って、なんかノートにね、やりたいことリストいっぱい書いて、なんかそれをねどんどんクリアしていこうかなって思って、今人生計画すごい立ててるいや本当になんかもう1年早く感じるんだよね。てかなんか一番小学校6年間が長く感じた。今思えば小1から小6って結構長くない？あの時はさ、なんか高校生とかがすごい大人に感じてたけど、なんか実際自分がその年齢になると全然子供だなって思う。なんか何歳になってもさ、やっぱ子供だなって思う人いっぱいいるもんね。自分より年上の人で、そんな考え方しかできないのっていう大人の人めっちゃいるじゃん。なんか20歳になったら、なんかもう自然と自分が大人になってるっていうイメージだったんだけど、全然なんか子供だったもんね。環境も大事だし、やっぱね、なんか社会経験って本当大事だなって思う。なんていうの、やっぱちょっと社会に揉まれてこう学ぶというかいや私本当にさ、この在宅ワークになる前にちゃんと仕事しといてよかったって思うもん。なんか一般常識やっぱ身につくじゃん、接客業とかやると。特に何の話って感じじゃない急に私真面目な話するから。エンゼルクリームって美味しいよね。なんかミスド買いに行った時にブラックサンダーとなんかさつまいもシリーズとか結構いろいろあったんだけど、だ結局なんだかんだで普通のやつ買っちゃうなんか季節物も結構気にはなるんですけど、なんかなんだかんだこの定番のやつ食べちゃうんだよね。やっぱね、私味の冒険しないんだよね。なかなか新しい商品とか見てもなんか安定求めちゃうタイプだから、そう、冒険しないんだよね。なのでだいたいゴリがさ、めっちゃ新しいもの好きっていうか、新商品とか結構試すタイプなんですよ。なんかそれで私も便乗して一口とかもらってハマるみたいなパターンが多いので、なんか冒険するタイプの人なんかいいなって思う。だから合ってるんだと思う、そういうのが。いい刺激をもらえますね。そう、てかちょっと待って、あのさ、これさ、目代わりで買ったんですけど、このクリーム、これめっちゃ良かった。これさ、セットになってるのすごくない？こうやって届くわけじゃないんですけど、こうやってね、別々で包まれて届くんですけど、このまずクリームをさ塗るじゃん。これ塗って、でその後にこれです。これね、ここのボタンをねピッて押すと電源が入って、まず黄色に光るんですよ。でこれが
と黄色はあの、ね、振動と吸収モードで肌の奥まで浸透を高めてクリームの吸収を高めてくれる効果があるんですね。なのでこうやって肌につけるとブーンってこう振動してるの分かるかな、めっちゃ振動しながらこう浸透させてくれるんですよ。なのでまずはこの黄色で顔全体になじませて、その後に次もう一回ピッて押すと赤に変わるんですよ。でこの赤のモードは EMS モードになります。こっからまたね全体をマッサージしていくんだけど、なんかめっちゃ顔引き締まるんだよね。これやっぱたるみ予防になると思う。最近私ずっと引きこもりだからあんまり朝にはやらないんだけど、あの外に出かける用事がある時はだいたいこれやってます。こうやってマッサージしてからメイクしてる。これすごい良かった。その EMS ちょっと痛いんですけど、なんか慣れてきたら全然耐えれるレベル。最初はちょっと痛くてレベル上げれなかったけど、今はちょっとマックスでやってます。これね、あの次の目代わりのおすすめ品で絶対紹介するので、ちょっともう先に言っとくね。これめっちゃおすすめ。概要欄にリンク貼っときます。てかさ、やっぱこれ飲むと全然胸焼けしないわ。おはようございます。あー眠た。ちょっとミスド食べる。昨日の残りマジで超眠足。3時ぐらいまでずっと編集してたんですけど、なんか深夜の方がはかどるんだよね。はい、乾杯。なんか潰れちゃった。いただきます。やっぱドーナツは美味しい。あ、そう、でも今からちょっとコンビニ行ってメルカリが売れたから商品発送しなきゃ。最近ね断捨離してて、なんか使わなくなったものとか結構出品してる。今日はね引きこもって、まあ、いつも引きこもってるんだけど、やることめっちゃあるので、まあささっと行ってこようと思います。はい、今ですねビビンバを作っております。これはなんかもう味付けが楽なやつ、なんかパウチっていうかフックドゥみたいなやつでビビンバ作ってます。でちょっと野菜を焼いてる間にアップルサイダービネガー飲んでおきます。で野菜を炒めてあのご飯にのっけます。できました。はい、ということで美味しくいただいております。なんかね微妙な時間になっちゃって、まあお昼と夜一緒みたいな感じになってますね。なんかこの日はもう無性にお米が食べたかったのでビビンバにしました。てかねこの日めっちゃ暑かったんですよ。もう早く長袖着たいから、もうちょっとだけね寒くなってほしいですね。もやし食べる。食べっ子動物。はい、こっからなんですけど、ちょっと悩んだ挙句カットしちゃいました。編集で見返してたらちょっとこの話重たすぎるなって思ったんで、ちょっとねあのお蔵入りにすることにしました。ちなみに何の話かっていうと、私の過去のトラウマの話です。なんかね笑える話ではあるんだけど、ちょっとね重い部分もあるんでちょっとやめることにしました。なかなかね私波乱万丈な人生を送ってるんで、いろいろネタはあるんだけど、はい、ちょっといつかね話せたらなとは思います。ごちそうさまでした。食べっこ美味しい。はい、おはようございます。今ですね起きて髪の毛を整えているところです。なんかねいつも私カメラ回すときは結構身なりを整えてから回すようにしてて、結構だらしない部分とかもたくさんあるんだけど、まだねそんな見せれてないんだよね。もしかしたらちょっとキラキラした感じに見えてるかもしれないけど、全然そんなことなくて、もう本当にやばい日はたくさんあるんですよ。なのでちょっと今度ガチで本当にやばい日を撮ってみようかなって思ってます。はい、そして髪整え終えたんですけど、ちょっと最近ね髪切りたいなって思ってきて、なんか鎖骨下ぐらいまで切っちゃいたいなって悩んでるんですよね。はい、まあシンプルにちょっとねロングに飽きたんですよ。なのでちょっともしかしたら切るかもです。
はい、そして今朝ごはんを作っております。これはベーグルですね。ベーグルに作っておいたギリシャヨーグルトをぬりぬりしてます。なんかさ、クリームチーズの代わりになるかなと思って、はい、塗ってみました。で、蜂蜜かけて、次は、はい、私の今ハマってるミルクティーを飲みます。このクマのコップとね、色味が合うんだよね。めっちゃ可愛くない？はい、朝ごはん完成しました。このね、ベーグルやっぱ美味しかったです。普通にクリームチーズっぽくて、まあ、ちょっとヘルシーになるからね、ヨーグルト挟むのありですね。でもね、やっぱり最近生ベーグルチョコ食べたいんだよね。全然見つからなくて恋しいです。結構ね、いろんなスーパー見てるけど、もう全然出会えないんだよね。もうね、レジェンドです、あれは。で、ご飯を食べ終えまして、今眉毛の脱色してます。あ、ちなみにこの日は休みなので、もうずっとダラダラしております。で、ちょっとモチベを上げるために、私はね、ワンホンちゃんをよく見るんですけど、はい、レッド見ながら今モチベを上げてます。もうね、やっぱ定期的に可愛い子見てこうやってモチベ上げるんですよ。もう可愛い子が多すぎてね、もううひょーって感じで、はい、見てます。はい、ここで謎の一人ファッションショー始まります。このパーカーね、グレールで買ったんだけど、めっちゃおすすめ。中が裏起毛でめっちゃ暖かいし、このね、ビッグシルエットが可愛いんですよ。なんかわからんけど、ちょっとグリコポーズしてしまいました。とにかくね、このパーカーマジでおすすめです。で、次は、はい、ジーナのバッグとジャケットですね。で、下は白ブーツ履いてみました。このジャケットね、めちゃめちゃおすすめで、超使えるんですよ。こんな感じで、袖がね、取り外し可能になってまして、チャックでね、つけたり外したりできるようになってます。で、ちょっと顔は映せないんだけど、ニット帽もかぶってました。可愛くない？で、一人遊びが終わりまして、今ご飯作ってます。これはなんかね、冷蔵庫に余ってた適当な野菜とお肉を焼いて作ったやつです。もう料理名は不明です。でもなんか美味しそうで、これ残ったんで明日食べます。なんか家で休みの日を過ごす時ってみんな何してますか？私さ、もう最近ね、ドラマとか映画とかも見なくなったから、ネットフリックスとかさ、ユーネクスト全部解約しちゃったんだよね。なので、なんか地面師とかすごい人気じゃん。そういうのとか話題の番組とかもう全然ついてきてなくてやばい。ただ良かった点は、それらを解約することによってめちゃくちゃ仕事がはかどるようになりました。私さ、一度ハマっちゃうとドラマとか一気見しちゃうタイプなんで、もう全然集中力なくなっちゃうんですよ。だからもう興味を持たないためにも解約してよかったなって思います。やっぱね、在宅ワークって本当集中力切れたら終わりっていうか、誘惑が多いからさ、環境が良くないとね、やっぱダメなんだよね。そして何より一番大切なのは、部屋をきれいにしておくっていうのがマジで大事だと思う。で、食べ終えたので食後の宿典飲んでます。で、そっからですね、またワンホンちゃん見たくなったので、レッドを開いて私のフォローしているワンホンちゃんを見たいと思います。マジでね、この時間は本当大事。まあ、推しとか見るのでも全然いいよね。最近ね、私推しができまして、一時ね、誰も推しがいなくてなんかちょっと寂しかったんだけど、最近ようやく推したい人見つけて、今ね、ちょっと人生楽しいです。なんか推しの存在が結構どんな薬よりも特効薬みたいな時ない？なんかもう見ただけで元気になるみたいなね、すごいよね。だからね、私もそういう存在になれるように今後も頑張ろうと思います。ちょっと尺が来ちゃったので、ここで終わります。